さんが野村栄三さんが階段から降りてね、ここはその倉庫ですからいろんな書類が積み重ねてあったんですね。でその中一生懸命探すけどね、書類が見当たらないんですよ。見当たらないんで諦めて、そこの今の来た階段の下まで行った時にダーン、何が起こったかわからないよね。亡くなることはないとさっき言ったから、だからもう大怪我をするけれども、